さあ、290の特別なクエだからね。敵が強いっすよ。サイオンに、標準装備で、ボイドバリア。他のやつにも確かボイドバリア、ついてます。行くぜよ。多分ね、赤い方から倒した方がいいのかな？赤いやつ。緑はそんなに強くないんですよ。うん、マリオから。弟先だと、ホーミングロケランを放ってくるから、あの赤いやつが。あれが結構痛いんだよね。弟はね、兄の技を受け継いでもパンチしかしないから。うん。兄ちゃんが先のがいいかも。あいつ一撃死があるからさ、壁に激突して、吹っ飛ばされて。ラリアットしてくるから。倒したら OK なんで、これ確か。うん、サイオンが倒しやすいんですよ、このテレストは。爆発するので、お前がドレッドノートに密集してるやつが。宿られたセンチュリオンがいたな。俺はザコチラシに専念するんで。邪神を守ろうとお前を襲った。無駄骨になってちょっといい気味だった。うん、多分すぐ死ぬと思うよ。たちは司令官を取られて相当に怒ってる。ドレッドノートの中核を爆破しようとしてるんだが、中核が破壊されれば太陽系の大半が巻き添えを食らう。阻止してくれ。で、隙あらば俺がスカウトライフルで削っていくんで。うん、2枚ぐらい作ってみようか。3枚使ってみようか。そっか、ゴリアテタンクがいいのか。よし、行きましょう。俺あれだ、ガンスリンガーなっとる。ちょっと帰り。ナイトクローラー。ケイド、カバルはなぜ船を墜落させたのですか。いくら彼らでもやり方が過激すぎます。あ、方針見っけ。人見し者が傍受した信号によると、太陽系からかなり離れた場所からカバルへメッセージが送られたそうだ。船を追突させて、なんかオーガがいるよ。邪神を始末しろという命令だったらしい。あ、ここに方針あるよ。方針が。いいっすか。はい。星マラソン。すげえ減る。後ろに敵がいる。あ、これはいい。あ、大丈夫か。死んでった。こいつら倒さなきゃいけない敵なの？あ、違う、違うの。そうなのかと思った。あ、ゴリアテタンクが中に出てくるとこか。兄弟分を見つけました。パワークワの集体を率いています。そして弾がなくなった。さっきのよくわからん戦いで弾なくなってしまった。あ、ボイドバリア張ってる。さっきのよくわかんないってだけでなくなっちゃってたの。やばい、出落ちしてしまった。それにはこれもある。
でしょう。これバーボイドだからね。いてクエイクだってえ。サイオンってクエイクの使い方、クエイクでやられてるよ。よし、ここはリスポーンできるのかな。あ、どうも、横に敵がいっぱいいる。ナイスな連携だ。それを実は見越してのボイダンカーだったりしてっていうのは嘘だけどね。結構減るな、なんか攻撃されると。特殊ウェポン弾があんまない。あ、オーブ見っけ。はいよ。ほいさっさ。あ、そうか、ここなんかガスバーナーみたいなのが下から出てくるね。ボワーって火が。しかここら辺が割と安全だった気がする。ここが。来た来た。いて。超かすった。いていていて。駆け足。私には駆け足がある。駆け足。狙われそうになったら駆け足。よいしょ。超接近してきたよ。めちゃくちゃ接近してきた。ここ当たんないからね。多分ここが安全地帯ですよ、今さん。うん、ここ絶対当たんない。てか撃ってこない、ここに角に逃げると。ナイス。カバル上がってきた。そっち行った。殴ってる。オッケー。テレストを使う。よし、サイオン任しといて。そこら中にあのボイド爆弾を今設置してるから。いいよ、サイオンは俺がやるから大丈夫だよ。ボイドだらけなんで俺。うん、一掃した。一掃できた。ボスも、あ、下にも採用ね。爆弾とかせ。熱々熱々。熱いなんか踏んじゃったみたい。熱い。痛い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 。ああ、痛い。ゴリアテアタックって何。近接ってこんなとこまで届くんですか。うわ、なんか黄色いのが。任せろ。こいつは任しといて。使わずに得られないでしょう。よし、溶けてったな。オッケー。あともうちょいかな。わ、ソーラーのセンチュリアンはそっち行った。ラクダさんの方に今削ってる。あ、なくなった。後ろも壊れてんのかな。後ろ壊れてないね。後ろも、後ろ足が、足というかキャタピラ。オッケー。
減るな。あともうちょいだけどね。そうだよ、機銃がついてますんで気付けて。バルスダークと一緒だよあれはバルスダークぐらいの威力。よし、壊れた。一つ破壊。うん、さっき俺食らった。あ、痛い。またゴリアテアタックそんなに範囲あんのあれ。そう、マジか。ゴリアテアタックで死んでしまった俺それで今死んだ。あれは分かりづらいね。狭いから当たっちゃうんだね。あ、もう壊れた、壊れた。これで死ぬんじゃない。ずっと当たるから。鍵足、鍵足。あれまだ生きてる。痛いって遅かった。焼け死ぬ。お、ナイス部長。でもサイオンがいるよ。弾ないよ。もううまくいきました。弾ないっすよ。ブリッジへ向かいましょう。その兄弟分をまた追跡できるかもしれません。火星のカバル兄弟に何人の偵察員を奪われたか。これ違うんじゃないんだから奴らを止める必要があるガディアウルトラじゃないでしょ。ボス、ボスじゃないじゃん、ゴリアテタンクって。ただの機械だからね。ボイドアンカーないっすもん今ない。おい、削る削りますよ。いしょ。上の宿られから倒そうよ。あ、多分赤い。いや、上のはシールドがないんで大丈夫ですよ。上のやつ。よし、アコライトはシールド剥がれるよ。オッケー。一掃するのに本当楽だな、このテレストは。まとめて やっつけるのね。こっちか。進んでいく。もののけ姫みたいな人がいる。もののけの神がいる。宿られた兵とカバルがブリッジの奪い合いをしています。その兄弟軍がどこにいるかは分かりませんが、ここにはいません。行きましょうか。あ、宿られ？ここ。違うか。奥にブラカス・マウールがいる誰か知んないけど存じ上げませんが、ブラカスさんっていっぱいすぎて誰が誰だか分かんないんだよね。ブラカス家、ブラカス家はたくさんいて大家族だから分かんない。いけいけいけ、撃ちすぎ。あ、それ爆破するやつ危ないよ。ピノさん、それこういうの壊しとこう。ほら、隙あり。痛い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 。オッケー。あ、なんかレジェンダリーエングラムが出た。ラッキー。召喚エングラムだって。召喚エングラムが出た。もしかして今のってウルトラか？あ、違った。ん？足の召喚エングラムだって。カバルを止める。
全力を持って止めるぞ。俺は雑魚を散らすのに徹しますわ。でも一体何が。ああここ、こういうの全部壊した方がいいんじゃない。この来る前に中核の弱い部分にそれぞれ弾薬が仕掛けられています。なんかね、混ざってんだよ普通のが。え、このね、この兄貴は上に登ってたらね、何もしてこないから、このポールの上に。で、増援が来たら降りる感じ。ここだね、これ。ここの上にいると何もしてこないんで、この人は。みんな集合。一人しか乗れないっす。だから一人はぴょんぴょん、まあ、何もしてこないから、ほら、打ち放題っす。私が見つけたんですよ、この間の。でも、増援が来たら、みんな降りなきゃダメだよ。降りなきゃダメっすよ。来た途端にやられるから、増援、ここにいると。増援来た途端。楽でしょ、これ。なんか行ったり来たりしかしないんで、あずどうせ。ピノさんも行った。あ、来た来た。俺が撃てる、今度は。多分食らわないでしょそれ。うん、投げまーす。お、投げるのやめとこう。やっぱ降りよう。降りて走りながら戦おう。これが使えるのは援軍が来るまでなんでね、この高いとこは。よし、サイオンはいいっすよ、俺がなんとか一人で。その代わりボスをちょっと無理。ボスを撃ってくれないと俺んとこ来ちゃうんで。あ、後ろから撃たれてる、やばい。大丈夫かこれ。煙玉で隠れて逃げてれば大丈夫。俺がサイオンをその間倒す。うわー、見て、またボスがこっち来た。なんか俺ばっか狙ってくんなこいつ。ピノンさんの方行った。ピノンさんがずっと狙われてる、ね、今度。ありがとう、後ろから来てる。後ろ来とんだ。サイオンこっちは片付いた、そっち行く。オッケーオッケー、倒したよ。俺は弾を拾い集めながら戦わないとな。今、そいつしかいなくない？いないでしょ。うん。もうそろそろ帰ると思うか。高いとこだね。ちょっ、うん。よいしょ。登れんね。よしよしよし、来た。さあ、何もできない男。さらば。逃亡していった。楽でしょ、これ。でもこれ、一匹ずつの時しか使えないですからね。次は無理。援軍倒す。ポイガンか、射出。うわ、なんかいっぱいいる。やべえ。うわ。やばいよ。盾で吹っ飛んで死んだ。援軍がね、ここは厄介なんですよね。一体何が。うん、援軍は走り回りながら戦わないとダメ。隠れるとこねえし、ここ危ねえ。中核の弱い部分、OK かな。それぞれ弾薬が仕掛けられています。はいはい、 OK。開けてちょうだい。こっから出てくるのか、違うか。来たぞ、迎え撃て、ガーディアン。ああ、落ちた。よしよし。
さあ、あ、来た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 、のしのし歩いてきた。何もできません何もできないけど援軍にやられそうな俺たち。こいつよりほんと何もしないな接近戦だから、うろちょろうろちょろしてる、うろうろしてる。これで追い出そうか。左下に注意だね、援軍が来たって来たらすぐ降りなきゃ。死んじまう。結構減ってんな。おい逃げろー、一回逃げようか、一回逃げよう。ボスに注意しながら、誰を狙ってるかが問題なの。多分狙ったらそいつの方針しか行かないんじゃないか、こいつは。うわ後ろにいるー、これはやばい、消える一回消えて逃げさせてもらう。うわぁ、ちょっとちょっと、たまねえし。うわぁ、俺か。これはきつい。あ、俺だ、俺だ。俺を狙ってる。やだ、そっち連れていけないな。だーい。助けてくれ。死にそうだ。死にそうだ。弾がないっすよ、俺。弾が。ボスがずっと、ボスにずっと追いかけられてるんで。よし、じゃあサイオン倒す。サイオン倒そう。しょ、あ、当たってね。かな？当たったか。サイオン OK。サイオン OK。しかも弾ゲット。よし。こっち来ちゃった。うおー、痛い。すげえ食らう。高台に避難。早く帰れ。早く帰れ、早く帰れ。トリプルタップルだから、タップだからめちゃくちゃ当たる。よし。あ、増援来た。逃げよう。うん、来た来た来た。一回俺透明になる。うわぁ、やばい、やばい。死にそう。うわぁ、死んだよ。増援の方が強くね、ボスより。やばい、そっち。サイオンがいっぱいいる子。あ、あ、まあいいや。リスポンできるようになったけど、いいや。オッケー、ありがとう。じゃあ、サイオン俺がやろうか。オッケー。来た。こいつは剣で切ってりゃ大丈夫です。すぐ終わるよ。近づいて。みんな剣です、剣。で、ジャンプして落ちたらあれが来るから、ショックが。で、これやってると逃げるんですよ、ずっと。こうやってると。そのうち逃げるから。大丈夫。よし、また剣で俺が延々と切るんで。いて、まあいいか。俺ほっといていいっすよ。リスポーンの方が多分安全かも。生き返しにくれる。殴った方がいいよ、そいつは。すぐ逃げてくから。殴ると。
リスポーンします。よいしょ。ストレバズーカ、ここに落ちてくる。これね、普通にね、素手で殴っててもね、どっか行くから、こいつ。殴るんだよ、殴るんだよ。こうやって。4回ぐらい殴ったらどっか行くから。殴れ、殴れ。殴るんだ。ほら、あ、この繰り返しで終わるんだよ、ここは。追いかけてて殴る。来た。よし、拘束するぞ。拘束されてる、こっち側の敵は。あー、死にそうだ。ちょっと一回逃げよう。ずーっと狙われてる。しつけー、しつこい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 わ。ちょっとあのソーラーがないんで、ちょっとお願いします。ソーラーの方、こっちの俺の目の前の敵を。いい、俺が生き返すんでいいっすよ。これで逃げて、透明になってるから回復して、これで剥がれるから大丈夫だよ。ボイドでも OK。ただこれやるとね、弾がなく、すごいなくなってね。うん。赤い方っすね。これですごい削りまくるんで、倒さないぐらいに。うん。痛い。あ、そろそろ大丈夫。まだこれ、じゃあ援軍の方行くか。うわ、俺がずっと狙われとるんじゃないのこれ。痛い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 、やばいやばい、これはきつい。なんてきつい、逃げる場所がね。あ、ここダメだ。うおね、ずっとぐるぐるだね。連れてきちゃった2人とも。逃げないと、走って、俺の進行方向に。そろそろ、まだか。いてぇ。逃げて逃げて。逃げるな逃げるな。あ、やばない。来るから。お、ナイス。でもちょっとこれ倒しちゃダメだよ、こいつは。結構減ってるから。私はガード落ちて生き返すことができる。 OK。 あともうちょいだよ、あともうちょい。あんまり変なの当てない方がいいよ、変な技は。兄貴です、赤い方、赤いの、赤いの、赤いの。で、兄貴もうちょっとなんで、打って打って。あ、無理だ。まあ、兄貴集中攻撃でお願いします。弟はほっといていいですよ。中核を無傷で残しておくとは意外。いえ、爆弾を大量に仕掛けています。これ俺もショットガンでやるしかないのか。でもそれだとサイオンが殺しづらいからな。中核の弱い部分にそれぞれ弾薬が仕掛けられる。激しいぜ。なんて激しいんだ。激しすぎるこれ。兄貴からす、赤い方じゃないとフォーミングロケランを装備しちゃうからね。うわー、逃げる場所がない。あー、増援が来たけど死んだ。後ろから。兄貴から目離しちゃダメですよ。無理。あ、ラクダさんのところを普通に追っかけて。
あと10秒頑張って、ドモードあるなら張って頑張って。それガードした方がいいですよ。ガード生き残れるから、その弾なら。ソーラー属性だからガードできますよ。あれも攻撃は普通に生き返すときもガードしながら生き返せますから、ね、それでなんとリスポンする。変なとこからリスポンした。うえ、嘘、兄貴がね微妙な体力だね。リージョナリがいっぱいいるよ、消える、消えてやり過ごす。弾がねえし、嘘、そう死ぬ、死んじゃう。これはきつい。痛い。わお。これはきつい。弾がない。特殊の弾がない。あともうちょっとだな、兄貴が。よし、特殊エポン弾ゲット。俺はそっちに参加できないんで頑張って。もうリージョナリーとかに近い、もう行かないんで。大丈夫そう。ナイス。あとは落ち着いて倒しましょうこいつらを。 OK、 じゃああとはこいつをさっさと倒しちゃえ。拾ってそっちに逃げる。オッケー。おお、マジ。どこだそれ。あ、いいよ、俺が行くから。俺透明になれるんで行きますんで大丈夫です。私が行くんで、これでこいつまだ体力が結構あるから。あ、ない。じゃあそいつあと近づいたらダメっすよ。あの兄貴のパンチを継承してるから。気付けて、パンチがあるから気付けて。殴れないよそれ。殴る距離だとパンチが来ます。ちょっと俺弾が使いたいんだけど、今ピノンさん引き返すんで大丈夫っすよ。はい、逃げてそっから。よし、オッケー。ちょっと特殊ウェポン弾が一個もね使えたいんだけど、追いかけられるから死にそうだ。よっしゃった。サイを任してやっと弾を手に入れた。弾使ったんで。よし、オッケー。ザコはサイオンだけ。死んだ。おお、危ね。ハボクリスが来た。バリア張ってやるから。まだか。もういいんじゃないか。うん、生き返すから大丈夫で。俺が透明なれるの1個ストックしてあるんで。はい、2。あ、クエスト終わった。お疲れ様です。ありがとう。ラクダさんありがとうございました。ピノさんもありがとう。いやー、なんというクエストなんだこれは。大変だなね。
ナイトフォールの時はどうしようかね、これ。来るよ、そのうちここが。いやー、やばかった、このクエストは。で、ホリデーに話しに行けばいいんですかね。分かってるわね。幸運を祈ってる。